その前にみんなやることがあるでしょ。おかえり、お墓の子たちよ。あ、待て、このかばやきさんも死んじゃったんだよな、ペコラのミスで。復活の儀式行こう。いや、おかえり、いや、ここ戻ってくる、でかいよ、みんな。ここが戻ってくるよ。スナバン、マジでお前には記憶がない。ごめんな。確か、ナンジャムちゃんに向かうときに、多分適当に捕まえて即死んだよな。ごめん。このスナバー出すか、むしろ。スナバーで多分雷のやつはもう、大丈夫。スナバーにする、とりあえず。大丈夫、大丈夫だよ。落ち着いていけばいけるよ。はい、チャージミーブ。はい、効かない。これ、あ、命中率を下げまくらせて、で、トンに変えて、で、よくない?砂掛けや!これや!嫌がらせしよう!あ、やばい。大丈夫だね。あこれからはよろしく。頑張っていこう。おかえり、砂場。バルタン、お前は強いと聞いていたし、氷の技も期待していた。だからお前がいなくなった時はペコーラやっちまったって本当に思ったよ。それか、バルタンにドラゴンドラゴン、でも待って、レベル差的にやばいかな。あ、でも氷あるじゃん。バルタン、お前もドラゴンになるんや。あ、さっき言ったやつな。ドラゴンは氷で、氷漬けにしろ。え、もっと冷たくなっちまうよ。まあ大丈夫、強いね、うちの子強いね、バルタン強いね。オノノクスってなんだろう。まあ、とりあえず氷漬けすればいいか、ドラゴンタイプなら。強そう。だけどお前もドラゴンタイプならこう、やっとだね。洞窟で誰だっけな、なんかオノノクスみたいなやつにやられたんだっけな。ごめんな、本当にバルタン、今度はお前を強くするからな。おかえり。サンダガン、お前本当に有能だったよな。ごめんな、お前から始まったよ、電気の呪いは。砦でお前は最強だった気がする。エレキバーン、あー、いいね、いいじゃん。ちょっと、ちょっと、サバブ、サバブ、やっとお前を生きてね、戻せるのをペコーラは嬉しく思います。本当におかえり。谷さん、あんたごめんね、本当に超強いとやらペコちゃんもあんたを使ってヒャッハヒャッハやってたのに、本当にごめん。一回回復するペコだけど、テラスタルでもうポンってやっちゃった方がよくね。え、なにいない、お、何やってんの、欲張りそう、お前。え、待って、痛いってか毎回これやられるの、きつくね、これ。だったらもうドレインキッシュで回復しがてら行くか。もう一回ぐらいは耐えれるよね、もう一回ぐらいは。どんぐらい回復する、凍える風か。あ、大丈夫、大丈夫。まあ、でもちょっと怖いから、ドレインキス祭りするか。ドレインキス祭り。それしかねえ。うちの谷さんのテラスタル見てってよ。これね、ちょっと。兄さん、おかえり、本当に。ペコーラの元でまた、強く育ってください。
げろ。あんたはなんか茶葉茶みたいな変ななんかコーヒーカップのやつをたくさん殺してあんたを進化させた。これもペコーラのまたミスでね、ちょっとやられちゃったけど。わ、威力高いな、無念のこの剣。早っ、しかもペコーラ。わー、パーチ。あー、やばすぎ。あー、やばすぎ。早すぎ、やばすぎ。ツンベアってなんだろう。まあ、どうせこれやろ。早すぎ、早すぎ。弱い時にスピード積んどいた方がいいぞ。あ、確かに。今上取れてるかな、これ。あ、上取れてるわ。いいよー。え、地震？ちょっと待って、切れなくない？あー、ちょっと待ってよ。うん、やばすぎ、やばすぎ。ちょっと待って、ね、地震持っとんだからこいつ。ちょっと待ってよ、話変わってくるやん。待って、回復したところで多分、地震されるから一回先にもう殺しちゃって、先に殺しちゃって、次殺しちゃって、交換して、で、回復して、だな。そうしよう、そうしよう、する、そうするわ。で、一回先生、なんか取ってるかな。ツンベアだけ先殺す。で、交代します。危ないよ、アーズジン殺されるところだったよ、ペコーラは。あ、回復できんじゃん、無念の剣で。あ、大丈夫、え、するかっつってロトムもやったけど、電気の呪いでお前も死んだな。ギャラドス！あれ、ギャラドスさんってなんか4倍じゃなかったっけ？なんだっけな、あれ電気だっけ？なんか弱点ございましたよね。なんでこれいっちゃうかな。ダイパリメイクの時になんか使ったペコだけど、一回回復してからにしようかな。 HP 低いから、この子。いや、電気でもうワンパンいけるかな。ちょっと待って、一回攻撃見ていいペコ？いっちゃうかな。いやー、でも86削らないよな、さすが。いや、削るかもしれんか。うわー、ちょっと怖いな。回復にしようかな、さすがに。ちょっと回復にしようかな、こう。ちょっと怖いね。で、しかもちょうどどういう攻撃、だいたいどんぐらい来るかを分かるかな。こっち炎持ってた。
ぱこいつだよね。いや、ペコーラボンチョンに好かれてたんだ。頑張ろうなボンチョン。多分これ飛行機来てくるから、ちょうど氷ぶさと。テラスルであれだろ、どうせ飛行タイプにするんやん。地獄的。痛くない。キキラキキラいいね、アイスキラー。わー、救助ナイス、ワンナイスワンナイス。戦隊かでよかせむしろか少しばかりごっちりよ。え、なにそれ、なにブレイブマーズ、なに、やばいのこれ、やばいのこれ。言われてたノーマルタイプ。でもお前がここまで来れたのは本当にすごいことや。電気は地面刺さる。お、いけるよ。このままにしよう。一応回復しとこうかな。早いのそっちだから、一回回復してどんなもんかだけ確認させてくれ。ごめんなさい。本当にごめんなさい。まさか道中で死ぬやつが出ると思ってなくて、やられました、あいつに。見たー、こいつも捕まえちゃおうかな。え、57か。こいつも欲しい。え、なんで鉄の包みに普通に氷でやられました。本当に許してください。そしてかば焼きさんもごめんね、最後の最後に。あー、勝ったわって思った。油断でお前を殺してしまいました。一回ちょっとかば焼きさん、一回も出してないから、かば焼きさん出してみよう。普通の無人、無人かば焼きさん、いけー。想定内の進行状況、あいにく君の勝算はゼロだ。
あんためちゃめちゃもう殺されてんのによう言えるな。なるほどな、なんかサンライトみたいなやつか。待って、こいつってさ、エスパーだっけ。放電してみよう、ワンちゃんの引け。もう怒ってないよな、きっとな。よし、これで全員復活や、全員。うわ、結構メンツ変わっちゃったね、最終的なメンツが。最終的なメンツがこれだもんね。いや、ガチモンだけだね、残ったのは。あと、懐いてないラブリーモモ、まあ、パルタンも懐いてなさそうだけど。うわー、なるほどね。でもペコーラさ、最後に気になるジムリーダーだけいいんだよな。なんじゃもだけ倒しに行ってみようかな、最後に。砂場連れてけ、もう砂場使えないって。砂場を取りにしよう。こいつレベル24なんだよ。で、砂場お前ならやれる、砂場。おい、こんなん大丈夫かよ。おめじで下げさせようぜ、まず。マジでさ、いじめじゃん、こんなのいじめ。